皆さん、こんばん、マーティン。ではのミラクルボーイ、キングテクです。新型コロナウイルス、もう万円としか言えないです。その就職の鍵となる、新型コロナワクチンです。接種開始、まあ、本県鶴岡市ですね。はい。<laughs> まず対象は65歳以上の方でございます。まず、庄内病院、通院治療中の場合、先行接種ち。開始が4月15日。もう接種券は済んでますね。はい。 まあ、基礎疾患の人優先ですね。はい。高齢施設、入所者。まあ、留保者ですね。はい。ただ、家族に対し、実施する施設かご連絡があるんです。はい。その集団接種。その他、医療機関での接種は5月中旬ごろ遅くても。毎週水曜日から日曜で。まあ、接種券と一緒にですね。はい。まあ、2日前まで予約が必要です。電話、もしくは LINE で、はい。 送迎バス、運行とタクシー、利用への支援、まあ、負担は少しかかるものの、はい。大事ですね、移動の時の、まあ、流れとしては、まず、接種券送付しました。65歳以上の方来ました。それが届いたら電話または LINE で予約。そして、相談予約センターで予約して、そして、接種会場を移動して接種です。まあ、その前に接種の流れ、ご自宅で検温。 体調ですね。はい。体調悪い方は、まず接種は避けてください。予約取りし消しの連絡を、はい。お忘れ物ないように、はい。マスク、肩を出しやすい服装で。あとは、本人接種券。本人確認書類。運転免許証、保険証など。まあ、問診票、あとは。流れとし,れとしては予想、1時間半はかかりますが。受付か、まあ、体温。 測定予診票確認予診してからワクチン接種接種済み証交付 <laughs> してから次回予約ファイザーの場合は21日間隔で2回目接種です体調に変化ないかなど30分が経過を観察大事ですねなお副反応につきましてはまあ 接種部の痛みとか発熱、ま、人魔神の可能性あるかもしれない。アナフィラキシー起きたというニュースがあったんですね。はい。まあ。副作用にあ出る可能性はあるかもしれませんが。受けなきゃダメですね、基本的には。はい。考えてもらいたい。我々は多分夏頃かと想定します。一般は秋ぐらい。まあ、予想ですけども、はい。 早く収束してほしいです。というわけで以上です。バイバイ。